プロフェッショナルファイターズリーグはアメリカ合衆国の総合格闘技団体。旧称はワールドシリーズオブファイティング。K1 で活躍したレイセフォーが社長を務める団体。独自のシーズン制とポイント制を指揮、UFC、ベラトアに次ぐ第3の団体として、ベテランから若手まで実力者を集め着々と団体規模を広げつつある。2012年 NBC スポーツ、 ネットワークとテレビ契約を結び前進のワールドシリーズオブファイティングが創立。2013年、海外で展開するブランドとしてベソフ GC を設立。日本、中国、フィリピン、ニカラグアなどで大会を開催した。2017年、ママックスインベスターズがベソフの支配権に必要な株式を獲得し、名称をプロフェッショナルファイターズリーグに変更。 2018年6月7日、フールシアターアート MSG で PFL としての第1回大会を開催。同年12月31日に6階級でシーズン優勝戦が行われ、優勝者には賞金100万ベイドルが授与された。2019年2月、ESPN とテレビ契約を結んだことが発表された。競技ルールはニュージャージー州 アスレチックコミッションが制定した統一ルールで取り行われる。試合場は十角形のケージを使用している。各シーズンごとに選手は各階級でポイントを競い合い、上位8選手がプレーオフに進出する。ポイントシステムは試合の勝者は3ポイント、敗者は0ポイント、引き分けの場合は1ポイントを獲得する。 また1ラウンドで試合を決着させれば3ポイント、2ラウンドは2ポイント、3ラウンドは1ポイントのボーナスポイントを獲得できる。ありがとうございます。